40代看護師老人ホーム勤務、毎日車椅子や麻痺患者の受診に付き取っている、よく行く病院の放射線技師20代男性が、レントゲン CT 大 A の異常や取る体制を、そこの職員でもない私に手伝って当然の賛成させる。それは技師の業務の一環なず、指摘すると逆切れあなた看護師何たも付きってるんだ。検索を着意させずに、下着を見えた状態で女性患者を返された。そこを利用しているのはうちのせずだけ、見張れせずにこの技師をギャフンとせることができるでしょうかえー、と、手伝わなければいいと思いますよ。 何のために付き添ってるんだって言われて、あの、僕、その、要は、あの、レントゲンを取るという仕事は放射線技師の仕事なので、放射線の、あの、レントゲンが取り終わった後の介護が私の仕事なので、手伝いませんっていうのを一回言ってみてください。要は、怒鳴られたから手伝うっていうのを一回やると、こいつは怒鳴ると手伝うやつだっていうことになっちゃうんですよね。で、そのギャフンと嫌がらせみたいなのって、スッキリするのかもしれないですけど、長期的な問題解決にはならないんですよ。 なので、放射線技師の仕事は放射線技師の仕事なので、プロとしてやってくださいと。で、そうじゃない部分は、あの、ちゃんと、あの、介護士としてやりますよっていうので、録音しながら言ってください。要は、あの、録音してないと、あの、なんか変な悪さをする場合があったりするので、要はその、あの、患者さんに嫌がらせをしたりとか、あの、なんか誹謗中傷だったり、名誉毀損のような発言をしたり。 っていうのがあるのでなので、それを録音してで録音した内容が、うん、これを法に触れるよね。とかミュージになるよね。とか患者さんに対してこれはひどいよね。っていうのがあったら、それを元にあのなんか週刊文春でも身長でも好きなとこに行けばいいんじゃないかなと思います。で、1回そういうところに持ち込むと病院側からお金もらえると思うんですよ、ね。で、え、日、ー。